どううもごご紹介ありがとうございます、えー、非常に、えー、今日2日目ということで,、えーそうですね、藤間さんから始まって非常に硬い、えーですねえー、お話が続いておりますけれども、えー、ここからですねあの業界団体というのが我々受託分析会社でございます計量証明事業環境計量証明事業で受託、えー、をやっている、まあ、業界団体のまあ 代表っていう形でお話をさせていただきますので、えー、お付き合いいただければと思います。で一応ですね今あのタイトルこうなってますがさっき悩みながらですねもう少しあ踏み込んでるなと思って、えー、実は試験所認定制度という形で少し大きくあのアズナイトプラスになっておりますので。 お付き合い賜れればと思います。それでは本日のお話25分枠なので少し端折るところもあると思いますけどこんな形でお付き合いを賜れればと思います。まず自己紹介っていう感じですけどもご紹介いただいたんですけどもあのまあ私 こう見えても一応環境計量士とかですね技術士とか持っておりまして業界団体とか業界の活動としては40年以上になっているなだというのこの間分かりまして。まあ ジャパンの審査員もやらせていただいたり各種の委員もやらせていただいているのでまあいろんな立場で今日はお話をさせていただく会社としては先ほどありましたように M ラップでありますとか17025はですねアズナイトさんも JAB さんも取得しておりますしまあ当然環境計量社名事業で島津グループ全体としてはです9001の認証 と 14, の認証も取っておりまし9,001は実はですね一旦2て取り下げてたんですが島津グループとしてもう一回取れという形で、えー、再認証を取ったという形になっておりましてこの辺りにすべて、えーま、会社の中では今品質保障の責任者という形で最終的な判断を私がするということで対応させていただいております。業界団体としてはですね、まああのえー 環境行政の基本になるデータを我々は出し続けているという自負のもとなんですが最もナイトさんとの関わりの強いところでは m ラ a p の技能試験の外部プロバイダーという位置づけで今対応させていただいているのが一番大きいかなとこれ実は2009年度にこれは私と、まあ、当時の具体的にお名前は出しませんけど室長の方と。 えー、なんとか日韓共のほうで外部プロバイダーできないかという話がございまして当時の METI の予算を取っていただいて第3回をトライアルで実施したとその後第4回から、えー、日韓共で正規のプロバイダーをやらさせていただいておりまして3年に1回ですね第7回まで、えー、今やっておりますであとちょっと説明する「うたけん」というのが極微量微数でダイオキシンの M ラップを認定していると業者を事業者を中心に始まったところで ラジケンというのはですね3.11の後ですねあのまあ我々の業界計量署名対象ではないんですけどもまあ100社以上3.11の後放射能の測定する機関が立ち上がりましてまあ当時の,あの会長とですね制度管理やっぱり必要だよねという形で立ち上げたものです。毎年1回はククロスティックというか技能試験に、まあ 準ずる運用をしたものをやっているというです。であと各種まあ試験あと少し出ますけどもございます。日環境少しだけ、えー、P.R. をさせていただきたいと思います。えー、実は日環境まああるいはジェムかって言うんですけども、えー、1970年4月1日当時の通産省さんと環境庁さんの認可のもと社団法人としてできておりまして。 12年には一般社団法人化しております昨年度末で正会員477、参上官199とコロナ禍の前、コロナの前までは実は前減してたんですけども、えーまあ、いろんなファクターありまして、今、前減じゃなくて、前増増えてきているというところでございまして、こういう業界団体の中ではまあ珍しい状況かなと思っております。で 来年度50周年になりますということで,で右側のこの写真は実は西に本部ありましてこんな社団法人なんですがあの5階建ての自社ビルを所有しておりますこんなところでやっているとで特殊なちょっと変わった研究活動というのは先ほどありましたが「うた犬」というものこれが2003年 です当時はもう本当大福祉をやっているところだけということだったんですが今は PCB をやるところだとか PFAS をやるところっていうところも会員として入っていただいてアスベストご案内のように非常に今あの参照云々の中で法改正を含めてですね日環境の方の、えー、実技研修というのは非常に人気で何,時何,何日の何時何分から募集しますよっていったらあっという間に埋まるというような状況になっている でラジケンというのはヘリウムの方もちょっと、まあ、あの我々も非常に問題となって実施マスケットのものがです、ね、使えないとなると、まあ、実は非常に大きな問題になっているということでこの対策に乗り出す形で研究会を2020年立ち上げてでこれは環境省さんの工定法のです、ね、見直しという中でこの研究会で取ったデータ基礎データをベースにですね初めて 今まで環境省さんは都度都度予算を取って検討会立ち上げてたんですが研究会のデータをベースに国事法の見直しというのが実際にやっていただいたと。今今後あの流れの中ででこういういいまでにはない 告示法の見直し、マニュアルの見直しという工程法の見直しの仕組み作りを環境省さんがこれから数年かかりますけども作っていただけるという流れになっていると。で、マイクロプラスチックの話は先ほど ISO ありましたけども我々も国内だけではあかんということでですね、ISO がどうやって作られるかと特にマイクロプラスチックにつきましては環境省さんのマニュアルが 今まで取ったデータ ISO の中に組み込まれないとですねあの使えなくなるということで、まあ、どういう流れになるか、まあ、どういう動きができるかということで動いていてるというで,すで制度管理事業ちょっと小っちゃくて見づらくて申し訳ないんですけども、えー、一番右が MRAP のやつですね技能試験って一番左のやつは17043に準じた形で運用させていただいておりますまあ院長産総研の先生ですけどもでセルフっていうのはもっと日々の日常管理のもの UILI の ILP っていうのは、ね、実は民間の国際分析機関の,あの集まりがありまして日韓も正会員に入っておりますで今回4月のロッテルダムの総会で日韓協があの会長職にならないとい,けない,ということで私の前の日韓協の会長の松村さんに会長になっていただいておりましてそこの集まりの国際間の試験でございます。 アスベストがあるというこんな事業で7つぐらいであの審査員の方々、えー、ここの中のいくつかはですね審査の時に、えー、見ていただいているかなというふうに思っておりますあの認定制度30周年の中で非常にあの30年経ったんだなと思いつつ本当におめでとうございますなんですただあの私どもはその当然受託分析で計量証明のとこから始まってますのでまあそれ以上長前から計量法の中で えーまあ、事業規定とか最速のところから QCQA が始まっているということですね、えー、その後 ISO、まあの17025という概念が入ってきて m ラップという形で、えー、これは当社のところの まあ活動を上げさせてていいただいております、まあ、内部監査当然のようにやりましてトップマネージメントで今あの当初は昔はあの社長がトップマネージメントだったんですが今は技術担当までトップマネージメントを落としまして、まあ、将来的には、えー、事業部長とセンター長あたりにラボマネーっていう形で落としていこうと思っております。管管理理ののうももですけども内部制度管理は当然のように、えー 例えば私どもの場合大学診だと年間1万件帯とかそれ以上やってますので日々のものとか週月クォーター半期のいろんなものをやっててこれトレンド見ながら当然のようにいろいろドラフトいわゆる上に高めに来てるなとかちょっと下がり右だなとかいろんな異性体も含めて見ているところがございますで外部の技能試験につきましては、まあ、基本的にはスポットなのでまあ ラボの実態をちゃんとと見るという意味では、えーまあ、限定されているかなとで当社の場合もですね実はこれ試験、あのー、審査員の中でもちょっと分かれるんですけども技能試験の時って通常やってる流れの中に普通に入れますかそれとも技能試験だけ特化して注意してやりますかっていうのがちょっとありますけども、えー、少なくとも、えー、大学診につきましては当社の場合はルーチンで完全に流します。 でそれ以外のものにつきましては、まあ、部署部署に考え方があるので今のところは任しておりましてルーチンで流すものと、えー、制度外部技能試験に特化してちょっと注意しながらやるっていうのを運用してるだなとで今あの当然のように大学進も含めましてですね非常にデータが揃いすぎてきてて Z スコアだけでは評価しきれないというところがあるのでもう少し多様性のある視点で要素を見なきゃいけないなという形これ多分審査員の方々も共通認識 だと思ってまして、まあ、ここのあたりもしっかりと、あの、まあ、議論していきながら、えー、社内でもいろいろ対応を考えているところです。で、一番大事なのは、内部制度管理も外部制度管理も、是正のところがちゃんとやれるかどうかというのが大事かなと、えー。私も審査員で回りながら、まあ、同業のところも、業界団体でも情報を集めながらしてもですね、なかなか、えー、ちゃんと是正が回っていないというところがあるので、まあ、このあたりが非常に。 いろんなな立場的になっておりますで外部の審査っていうのはあの、まあ、試験場認定ですね私どもと取らさせていただきますけどもせっかくですあの外部の QMS の専門家と技術の専門家に見ていただける場だという認識をちゃんとしようと。でこの時に自分のところの QMS の運用が、えー、まあちゃんと認定機関あるいは審査員と しっかりとすりり合わせをするる必要が実はあると思っております。でその上で実はコストをかければいくらでもコストはかけれるんですがそんなのビジネスではありえないので当然リスクを正しく理解して、えー、適正なコスト費用をかけながらやっていかなきゃいけないということでこの時に審査員外部の審査員の方々とあるいは審査員で判断できないようなものは認定機関本部の方ですり合わせていただいてじゃあこういうとこが落としとこかなと。 いう形で外部の審査を捉えております、えー、ただなかなかそこまで皆さん、えー、なっていないんじゃないかと思うんですが少なくとも私どもは私がそういう意識で社内を啓蒙しているというのが実態でございます。えー、試験所認定のまあ意義目的というか我々の17025同業でとっているところだけに限ってもいいんですが何が目的か多分ですね、えー、まず外部の シーーなので第三者が,がちゃんとラボを認定してくれるんだよなとでそれによってですね差別化しているんだよと差別化さしてそれをまあビジネスのツールとして捉えて1705取ってる、まあ、そうだったと思いますし多分ほとんどまだそうだと思いますでそれも当然ビジネスなんで、えー、必要なことですただし 私がこうあの認定制度をうんぬんから絡んできてずっといろんな立場で見た中では実は、えー、認定制度の中で一番大事なのだと少なくともこれからはそう捉えていただきたいなと思うのは認定制度の中で審査をしていただくというのは第三者の目で見てもらう非常に貴重な機会であるということです。で せっかく専門家それぞれのスペシャリスト経験値のある人に見てもらうのでしっかりと文書で残していただいてそれを財産にしたいなと少なくとも私は社内でそういう啓蒙をしております。それがあの今後必ず必要だということでその時に先ほども重複しますけども審査員とちゃんとすり合わせしていこうねと。 いうことが大事かなとなのであの2位の方が多分まだまだ皆さんの思いでしょうけどもう一歩踏み込んで1のところの考えで、えー、外部の認定のところを捉えていただければなと思います。でこれあるべきっていうのでちょっと要望で出してます。 やはりりしっかりとですね審査できるスキームで審査をいたしていただきたい審査員と試験上ラボがの人間がですね納得できる審査をしていただきたいと思いますちょっと踏み込みますけども、まあ、残念ながらですねあの例えば3.5時間という時間枠で、えー、初めて審査員3名来られますた、えー、システムとまあ チームリーダーシステム技術2人来られて初めてうちの会社に来られてオープニングからクロージングまで間に実地試験が入って3.5時間審査何をやられるんでしょうね非常に疑問のスキームがありますこれはちょっとねあの本当と、えー、私は非常に疑問に思いながら審査を受けているのがあっています、ね、であとはまあそのコロナ禍でオンラインの審査あったと思います でオンラインの審査確かに遠隔地の審査ってまあ便利ですただオンラインと対面で今日もそうですけども情報量って全く違いますよね多分現地審査行かれた審査員は審査員いてシステムと技術いたとして対面技術の人もシステムの人もいる一つの質問をした時に 他のあの数名の方の表情とか、全部見れるんですね。それで得られる情報って全然違いますよ。で、オンラインっていうのは、シリーズ審査員がしゃべるラボが答える時間もすごく長くかかりまして、見れるところで表情の変化、わかりませんよね。でも、現場に行くとものすごくわかります。そのラボで自信を持ってやられているのか、不安になっているのかっていうのもわかるんで、そのあたり、よく考えていただきたいなという思いです。 えちょっとあのですか、ね、本当ねあの、形だけの審査だったら不要だと私は思ってまして、社内では言っております。だから、もしあの審査するときも、ちゃんと審査員があのちゃんと審査してもらえないんであれば、こちらから質問しろというぐらい言っておりますので、はい、ぜひそうね。で基本的にです、ね、あの指摘事項は文書で残していただきたいんですね。えー、審査する側も、はい、審査員ラボもですね。 基本的には人が変わるということは大前提であってほしいんですけどもこれも実は、えー、審査員来ていただいてですね、あの大前提が今何度も来ている審査員が大前提だという話を時々聞くんですねこれはやっぱりおかしいですよね。で当然、えー、受ける方も世代交代移動ありますので変わるとなので必ず、まあ、できるだけ文書で残していただきたいと思います。 これベテランの大先輩の審査員方に言うのもあれなんですけどでベテランの審査員になればなるほどですね、あのー、非常に、えー、穏やかに、えー、結果的には口頭でということが多くなっているかなと思います、えー、耳が痛いと怒られると思いますけどね私、あのー、ただ本当に大事で、えー、組織でちゃんと引き,引き継いでいく指摘事項っていうのは引き継いでいく。 ためには文書にしておかなければ、組織としては引き継げないと思っておりますので、ぜひ。そういう目で見ていただきたい。それをやるためにラボの考え方です。指摘事項をポジティブに捉える。ですけどね。多分経営層はみんなはって言います。でもですよ。例えば、あの、私も審,審査員の連絡会とかって、コーナの名前に出てまして。 えー、審査員ある不適合の自衛を出た時にですね10人が10人確かに不適合ねっていうものなんて分かりやすいものは少ないです逆に言うと、ねえー、よく話議論すると82とか73とかあります当然です。審査員もキャリアが違います専門分野違いますので視点が違うので当然変わってくるのが当たり前。だからこそ えー、ポジティブに捉えるっていうのはどうかということなんですね。指摘事項を気づいてもらえたという視点が私は絶対必要だと思っております。ポジティブに捉えてほしいということですね。でこれはあの私どもの会社では当社では内部監査も同じ視点で今やってますし極力あのまあ結構細かな問題不適合で上げるように。 ししてておりまして審査に来られた審査員が「え上川さんのとこ多いですね」で見ると確かに細かなことまでいろいろ指摘という形で是正を回すものは回すという形でしておりますけども基本的には気づいていく財産にしていくという意味でそういう視点で動いているところでございます。こ、まあ、こういういいいとなのでで基本的には文書残しててただいてあの いいねのようにですね踏まれても踏まれても指摘で叩かれようが何しようがそれ財産なんですね必ず身のあるものなので残していただきたいというふうに思っておりますであとはここはちょっとあの本当に認定機関の方々には申し訳ないところというかちょっと本当に耳に置いとことなんですけどもやっぱり審査員どうやって育成していく寄付するか大事だと思います、えー、私どもは一昨年のある審査では 審査チームのリーダーが2度変わったかな3度かな技術審査員も最終的に直前にななななっってて病気ででで来れなくあなある項目ができないとかですねありましたこれやっぱり高齢化も含めてあの人材不足これはまあ認定センターだけ認定機関だけではなくって我々業界の方もしっかりと審査員のところをです、ね、ちゃんと作っていくということを考えなきゃいけないなと。まあ ここういういいとととをやっていく必要があるとある化ですね長年先ほども出てきますけども、えー、実は計量証明も電子発行できるようにしてきてますけども業界全体としてまだまだ進んではいませんただ審査会社の中での DX 化というか、えー、記録類とか書類文書類が、えー、いわゆるイントラの中にあるっていうのはごく当たり前になってると思いますけど、まあ、これも事例としてですねある審査の時に1週間前ぐらいにチームリーダー まあ、し、えー、すごく経験のある方から、えー、審査現地審査の時に、えー、文書類全部印刷物を準備してくださいって申し入れがあったんですよ。した我々はすでにイントラで、えー、SOP も規定類も最新版は管理してますのでそれで審査してもらわなければ意味がないと。 過剰な要求ですし実際にやらないものってのはおかしいでしょっていう形でリジェクトをしましたあのうちの社内では「そんな強気でいいんですか?」「いやもちろんいいです」っていう形でやってきておりますのでそういうところもちょっとやっぱり DX 化の中でちゃんとやっていくっていう審査もどうやるかちゃんと考えていただかなきゃいけないし考えあのこれは一期間だけで済まないのかもしれませんけども必要かなというふうに思っております。で3はちょっとねさらに踏み込み込ます、ね えこうしてくるとま先ほどあの藤間さんからもありましたように国内にはまあ複数ありますね認定機関さんでしかも海外の認定機関も実は使えるわけですそうなるとどこの認定機関にえ審査お願いするかってのは実はラボの選択肢としてあるわけですよねまあそういう意味ではちょっと今のところえ踏み込むと 今後のことも考えていただくながら認定機関の方もやはり実際にラボが改善できるようにどうやったら審査スキームって作れるのか今のままで本当にいいのかということを考えていただきたいなと思っております。あの内情が分かってるだけに、えー、言いづらいところがあるんですけどもあの本当にせっかく皆さん日本真面目なんですよ。 日本の人って真面目だから決められたスキームをどうやってしのいでいくかっていう変なあれがあって例えば審査員がそれぞれの方ヒアリングしなきゃいけないのありますけどもヒアリングしなきゃいけないのヒアリングシートを先に書いてくださいと実際に面談する時間がないっていう状態が起こっているっていうのも絶対おかしいんですよね。 でもそれがそうまかり取るので、例えば費用対効費用の件もあると費用も適正な価格であれば、当然、ラボとしても、今の費用でより値上がりされても、意味がある審査をしているまで、全然問題ないと私は思っているので、そういう意味でも含めて考えていただきたいなと思います。で、今後に向けてというのもちょっとよけれ、まあ DX のところですね、あの本当に遅れております。審査も含めて新しい。 DX 化が進んだ中でのスキームを考えていただかないとあかんなと思ってこの EDD ってありますね先ほどありました JEDAC ってところでやっておるんですけどもあのちょっと飛ばないのであれですねすいませんあとはもう一つはですねあのちょうど MRAP 特化しちゃいますけども MRAP が 17025の,17の2005年度版に準じて作られておりますので、まあ、これはぜひとも2017年度版にしていただきたいということで、えー、ちょうど私が日韓協の会長を降りる直前の5月26日に、えー、量あ新しい計量業施設長の西科さんに日韓協に来ていただきましてですね要望書を手渡しております。またこれからあのナイトさんと一緒になってです、ね、あのより良い えー、m ラ a p の要求事項 <laughs>、まあ、いろんなところですけども、えー、見直しにつながればなというふうに思っております。でこちらで飛ばないんでですねいかないななんでだろうな飛ばなかったちょっと ED の話少ししようと思ったんですが飛ばないので飛ばします。であの基本的には17025とかですね m ラ a p の認定を活用してですねこれは、まあ、あの我々の同業に言うんですけども。 自社のラボの課題を可視化するってことに使っていただきたいと。一七丸二五っていうのは、あの、本当に、環境ビジネスというか、環境受託分析をやる。機関にとって、非常に有用なツールであると思っております。あの、計量法のところで、事業規定から始まったものが、グローバルで見て、まあ。 17025のときに足りないものがあるというのがもう気づきまして当然17025を取っているところのラボと取ってないところのラボって休止休泳制度管理のところ随分違うのでぜひともですね全ての項目とは言いませんしいっぱい通り数はないんですけどもできれば取っていただいてと思っております。そのため当然ですねあの認定機関ラボも まあ意識改革という意味では必要だと思います。で、私は先ほども言いましたが、本当に口酸っぱくしながらですね、あの。審査をしていただくっていうのは。意の中の蛙にならないためには、絶対に必要だと思います。非常にいい。あの仕組みだと思っております。ぜひ、あの。意味のある。審査をしていただける認定機関に。えー 17025認定取得をしていただいてですねあのそこでいろいろ審査員の方と切磋琢磨することは本当にラボにとって非常に大事ですし今後グローバルで活躍して活動しないと日本の分析業界やばいのでと思っておりますのでぜひともそういう視点でえ試験所認定っていうのを捉えていただければなと。 思いますあの顧問という気楽な立場もあってですねかなり踏み込んだ不適切な発言をしておりますけども思思いいいだだけけは分かっていただければと思いますで本日のあれにつきましてあとご質問あってもそれ以外もですね直接私の方に申し入れそれはどういうことだと含めてですねお受けいたしますので今日はどうもありがとうございました。